どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、雑貨けない赤まんじゅうよ。東京の昔の方言で、荒っぽい、粗暴な、って意味の言葉じゃない。私は貧困法制な赤まんじゅうちゃんで通ってるのに、なんてこと言うのよ。失礼なこと言ってきた代わりに、今日も何か興味深いことを教えてよね。ふふ、まあいいぜ。じゃあ今回は、いつの間にか人気急落、突然テレビから干され消えた芸能人10選を紹介するぜ。霊夢はふと、あの芸能人、最近見かけないな、なんて思ったことないか？あ、たまーにあるわ。そういった人の中には、実はテレビ業界から干され姿を消してしまった人もいるんだ。今回はそんな、いつの間にか消えてしまった芸能人と、その理由を解説していくぜ。わかったわ。これはある意味、興味深いお話ね。早速解説お願いするの。よし、わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目に紹介するのは、上原貴子さんだぜ。スピードのメンバーとして、一世を風靡したわよね。ああ。上原さんは1983年生まれで、現在40歳だ。1996年にスピードのメンバーとしてデビューし、その後は女優としても活動していたぜ。そういえば上原貴子さん、最近は全くと言っていいほどテレビで見かけないわね。そうだな。これには2012年に結婚した、E.T. キングの天さんとの一件が関係していると言われているぜ。2014年に天さんが自らの命を、という悲しい結末を迎えてしまったんだ。確かあれは、上原さんの浮気が原因だったと報道されていたわよね。ああ、真偽は定かではないがな。だが天さんの遺書によれば、それが原因だったんじゃないかと言われている。そういった経緯もあって今ではテレビ業界の仕事がなく、無収入に近い状態になっているそうだ。無収入、じゃあ上原さんは、どうやって生活しているの？2017年頃までは高級マンションに住んでいたそうだが、だが現在は、2LDK でオートロックもないようなマンションに住んでいるらしいな。そして2022年には美容カフェの転身を発表したんだが、これがうまくいっているのかは不明だぜ。なるほど、確かに今はテレビはもちろん、ネットでも名前を見かけることはほとんどないわね。そうだな。そしてこれは噂レベルの話ではあるが、今後は大人ビデオデビューするんじゃないかとも言われているとか。え、もし本当にそうなったら、ものすごい騒ぎになりそうね。まあ、あくまで噂だけどな。個人的には、またテレビで活躍する上原貴子さんを見たいぜ。二人目に紹介するのは、伊藤史郎さんだ。名刺会社って感じで、伊藤家の食卓とか、IQ サプリで活躍していたわよね。ああ、伊藤さんは1937年生まれで、現在85歳だ。劇団員になった後、キャバレーで芸を披露しているところを芸能事務所の人に見込まれ、お笑いグループ、天福トリオの一員としてデビューし、瞬く間に人気者になっていったぜ。司会者さんのイメージだったけど、もともとは芸人さんだったのね。ああ、しかしそれだけじゃないぜ。俳優としても活躍していて、遠山の金さん、銭形平次など多くの人気作品に出演していたんだ。比較的若い世代は知らない経歴かも。そして最近、伊藤さんもテレビで見かけないような。そうなんだ。伊藤さんは年齢により、体が芸能活動についていかなくなってしまったそうで、ここ数年は自らの意思で仕事を減らしているそうだ。つまり、意図的に芸能界から消えていったとも言えるな。そうだったのね。確かに85歳と言ったら、かなりの高齢だものね。あるインタビューでは、70代は全然衰えがなかったもので楽観していたが、80代に入ってあちこち衰えてきたのが分かってきた。こんな風に答えていたぜ。加齢による変化は、誰にでもあるし仕方ないわよね。伊藤史郎さんは今後、芸能界で仕事をすることはないのかしら？その可能性が濃厚そうだな。今はもう、格付けチェックなどの人気番組も降りてしまっているし、自然消滅のような形で、いつの間にか芸能界から姿を消しているのが理想、と語っていたそうだからな。自動車免許の返納も済ませているらしいし、今後は仕事とは離れてゆっくりと暮らしていくんじゃないかと思うぜ。そうなのね。視聴者としては寂しい気もするけど、自分らしさを貫いていて立派だわ。三人目に紹介するのは、セリナさんだぜ。元 SDN48 のメンバーで、ぶりっ子キャラで有名だった人ね。ああ。セリナさんは1985年生まれで、現在37歳だ。見た目が若いから、思ったより大人でびっくりしたわ。セリナさんは2009年に、メンバー資格が20歳以上、という SDN48 に加入した頃から、芸能界で人気を得ていくぜ。そうだったのね。そういえば、SDN48、って今も活動しているのかしら？いや、
SDN48 は2009年に結成されたが、2012年にスポンサーが降りてしまい、解散したぜ。だがセリナさんはグループ解散の煽りを受けることもなく、一時期は数多くのテレビ番組に出演し、かなり売れていたんだ。ぶりっ子キャラで、ブレイク当時は、芸能界一モテる女とまで言われていたな。確かにそうだったわね、けど、いつの間にかテレビで見かけなくなった気がするけど、その通りだな。彼女が消えた原因は、二つほどあるようだぜ。一つ目は、誰々に口説かれたというエピソードに、嘘も混じっていたということ。彼女が、口説かれたと挙げた芸能人の中には、小池徹平さんや南海キャンディーズの山里さんなど、事実無根の嘘である、と激怒した人も少なくなかったそうだ。それに加えて週刊誌に恋愛沙汰でスクープされることも多く、世間からも芸能界からも印象が悪くなってしまったんだろうな。話を盛るならまだしも、完全な嘘はダメよね。二つ目は、音声流出だ。オフの時に普段のぶりっ子口調とは違う、普通の喋り方をしている音声が流出したことで、その後完全に芸能界を干されてしまったそうだ。お話も嘘多めで、話し方も嘘だってなったら、そりゃあ干されちゃっても仕方ないわよね。それでセリナさんは今は、どんな仕事をしているの？実はデザイナーをしていたり、ミュージカルのプロデュースなどを行っているそうだ。あとは自身の YouTube チャンネルを運営しているようだな。完全に業界から身を引いているわけじゃないのね。とりあえずお元気そうでよかったわ。4人目に紹介するのは、赤西仁さんだぜ。元カプーンのメンバーね。在籍当時はものすごい人気を誇っていたわ。ああ、赤西さんは1984年生まれで、現在38歳だ。1998年にジャニーズ事務所に入所し、2006年に、カプーンとしてデビューしたぜ。2010年にグループを脱退するも、その後もしばらくジャニーズに所属しながらソロ活動を行い、2012年には女優の黒木メイサさんと電撃結婚したぜ。そして、2014年2月28日にジャニーズ事務所を退所。個人での音楽活動は継続中だが、この頃からテレビでは完全に見なくなってしまったな。彼がテレビに出れなくなったのは、事務所を辞めたのが理由っぽそうよね。SNS では定期的に話題になったり、ものすごくいい暮らしをしているように見えるけど、現在の赤西さんはどんな活動をしているの？アーティストとしてのソロ活動の他に、香水やシャンプーなどのプロデュース業を手掛けているらしい。YouTube チャンネルでは自身の楽曲も配信していて、それらを合わせると、ジャニーズ在籍時代よりも稼いでいるという噂があるぜ。ジャニーズ時代よりもって、一体おいくらほど？どうやら、年間3億を超えるとか。はぁ？それが事実ならジャニーズ退所組の中でもかなりの勝ち組だし、今後もテレビに出る必要はなさそうね。そうだな。赤西さんは今後も謎のセレブ風生活を極めていくと予想されるぜ。5人目に紹介するのは、マイケルさんだぜ。ドン・マイケル、のフレーズで売れていた芸人さんよね。そうだぜ。マイケルさんは1972年生まれで、現在50歳だ。吉本芸人では異色の経歴を持っていて、18歳の時にミュージカルでデビューを果たし、そこから吉本興業では初の男性アイドルグループ、マムとして CD デビューしたんだぜ。え、じゃあ最初はアイドルだったってこと？ああ。当時は光源氏の全盛期で、マイケルさんたちもローラースケートを履いたりしていたようだぜ。ただグループはそこまで人気を得ることができず、1992年に解散してしまったんだ。その後しばらくバックダンサーや振付師として活動をしていたが、2000年頃から芸人に転向したそうだ。そして2003年頃に大ブレイクし、当時の最高月収は2000万ほどだったそうだぜ。一発屋のピン芸人がたくさんいた時代だわ。それにしても、そんなに稼いでいたのね。しかし、マイケルさんは人気絶頂だった2006年に、突然の活動休止をしてしまった。母親が心筋梗塞になってしまったため、その看病を優先した。というが、これは表向きの理由だと言われているんだ。それは、本当の活動休止の理由は他にあったってことよね？そうなんだ。実際には、マイケルさんは女性問題を起こして事務所を解雇されたと言われているぜ。どうやらマイケルさんは、女性への接し方がひどいらしい。合コンが好きだそうで、最初は持ちネタで場を盛り上げたと思ったら、その後は強引なアプローチや、自分勝手なスキンシップに走ることが多かったらしい。その結果、かなりの数の苦情が事務所に届く状態だったそうだ。事態を重く見た事務所に、夜遊び禁止令を出されたマイケルさんだったが、聞く耳を持たず、無視して遊びまくった結果、事務所がブチギレし、解雇されてしまった、というのが真実のようだぜ。お母さんの看病のためだなんて、最初はいい話だと思ったのに。まったくだぜ。マイケルさんの話は芸人仲間の間でも有名だったようで、結構煙たがられていたらしい。
それで、マイケルさんは現在どうなっているの？それが、2019年に宮古島に移住したようだぜ。今は三線を弾きながら歌うという、アーティスト活動的なことをしているそうだな。そうなのね。これから先は、女性に迷惑をかけないように活動してほしいものね。6人目に紹介するのは、伊藤彩子さんだぜ。アナウンサーとして活躍されていた方ね。ああ、伊藤彩子さんは1980年生まれで、現在42歳だ。秋田放送のアナウンサーを務めた後、セントフォースに所属してフリーアナウンサーとして活躍していたぜ。2018年に、メディアに関わる仕事から一旦離れたい、ということで、所属事務所の契約を解除。それを機に表舞台から去っていたんだが、その裏にはある理由があったんだ。確か、嵐の二宮和也さんと付き合っていたのよね。ああ、そうだぜ。交際公表前から何度も、匂わせ投稿をしていて、それがファンからかなり非難を浴びていたぜ。そして確か、結婚発表も衝撃的だったのよね。ああ、結局2019年11月12日に二人は結婚したが、伊藤さんはそれ以降もメディアから完全に離れているぜ。2021年、2022年とお子さんが生まれ、現在は専業主婦として二宮さんのサポートをしているようだな。ファンにとっては複雑だったかもしれないけど、幸せそうでよかったわね。そうだな。ちなみに、二人は結婚を機に3億円の高級マンションを購入し、今もそこで生活しているそうだぜ。さらに伊藤さんは、二宮さんのクレジットカードを使い放題という生活を送れているなんて噂も出回っているな。そんな噂、どこから出回るのかしら？事実だとしたらかなり羨ましいわ。7人目に紹介するのは、俳優の細川茂樹さんだぜ。この方はなんといっても、仮面ライダー響きが有名よね。ああ、史上最年長の33歳で主役ライダー抜擢は、当時かなり話題になったな。細川茂樹さんは1971年生まれで、現在51歳だ。1992年に芸能界デビューして以降、かなり長い間俳優として活躍していたが、2017年頃からほとんどテレビに出演しない状態が続いているぜ。家電製品に詳しくてバラエティ番組でも活躍していたイメージなのに、何があったの？実は2016年に、事務所から契約解除を言い渡されているんだ。原因は細川さんの度重なるパワハラにあるということで、裁判沙汰にまで発展しているぜ。そうだったわ、一時期かなり話題になっていたわよね。それで、テレビに出なくなった細川さんは現在どうしているの？実は元から株式や資産運用に詳しかったらしく、現在は資産運用の方面でしっかり稼いでいるらしい。なので、パワハラ問題でテレビに呼ばれづらくなったというのは事実だと思うが、それ以外でしっかり稼げていて、出る必要がないという状況でもあるんだろうな。俳優業以外にもマルチな才能をお持ちだったのね。個人的には、いつかまた俳優として復活を遂げてほしいわ。8人目に紹介するのは、ラサール石井さんだ。タレント業はもちろん、こち亀の量さんの声で有名な方よね。ああ、ラサール石井さんは1955年生まれで現在67歳だ。鹿児島市の私立ラサール高等学校出身で、中学生の頃から放送作家を目指していたそうだ。早稲田大学入学、単位不足での除籍を経たのと並行して、コント赤信号のメンバーとして芸能界で売れていくんだ。意外、そんな経歴があったのね。そこからはきっと、私たちの知るインテリ系タレント、量さんの声の人、って感じになっていったのね。そういうことだ。そんなラサールさんだが、2011年頃から徐々にテレビで目にする機会が減り、今では業界を干されてしまったと言われているんだ。確かに、最近ではツイッターとかで癖強めの意見を言う人みたいなイメージ。2011年頃に、一体何があったの？2011年のフィギュアスケートモスクワ世界選手権で6位という結果になってしまった浅田真央選手に対して、ツイッターにてセクハラ発言をしたことが発端だと言われているな。ツイート内容は読み上げるのもはばかられる内容なので、目を通してみてほしいぜ。これは最悪ね。しかも、余計なお世話って感じ。しばらくは自分の意見を押し通し、後に謝罪するが、大炎上。ここで世間からのイメージがかなり悪くなってしまったようだ。なるほどね。これはもう、なるべくしてこうなってしまったって感じね。そうだな。それからというもの、舞台などには出演しているようだが、テレビで見かけることはほとんどなくなり、現在に至るという状況のようだぜ。きっと、テレビでは扱いにくいとみなされてしまったのね。個人的には、どんなにテレビで見かけなくなっても、量さんの声だけはずっと続けてほしいわ。9人目に紹介するのは、西内まりやさんだ。モデル、タレント、女優、歌手と多方面で活躍していた方よね。ああ、西内まりやさんは1993年生まれで、現在29歳だ。
2006年に福岡市内でスカウトを受け、それがきっかけで芸能界デビューを果たすぜ。モデルとして売れた後は、霊夢の言う通り女優や歌手としても活動していったぜ。だが2017年10月頃以降から、芸能界を干されてしまったと言われているんだ。こんなに綺麗な人なのに、一体何があったの？当時所属していた芸能事務所の社長に、手を挙げてしまったそうだな。西内さん、なんでそんなことしちゃったのよ。どうやら、社長や事務所の活動方針に不満を抱いていたことが原因のようだな。西内さん自身はずっと歌手になりたかったそうだが、挑戦した歌手業では売れ行きが伸び悩み、歌手としての活動が制限されてしまった。その後にモデル業での功績により女優業を始めるが、本人の希望ではなかったことに加え、視聴率は振るわず、演技についても世間から批判されることで、精神的に不安定になっていたそうだよ。それらが溜まりに溜まって、突発的に手を挙げてしまったみたいだな。精神的に、かなり追い詰められちゃってたのかしらね。その結果、2018年には事務所との契約解除、現在の状況に至るようだ。適性のあるモデル業に注力するか、女優業もいきなり主役級の配役をするんじゃなくて、まずは脇役から始めていれば、また違った未来があったのかもね。そうだな。現在は少しずつメディアに登場する機会も増えたから、今後の復活に期待だな。最後に紹介するのは、女優の岡本綾さんだ。朝ドラにも出演していた女優さんよね。ああ、岡本綾さんは1982年生まれで、現在40歳だ。1991年に映画、かげろう、に出演し女優デビューを飾るぜ。2000年には NHK の朝の連続テレビ小説、オードリーで主役に抜擢され、同時に連続ドラマ初出演も飾るんだ。以降は、女優として長い間活躍していくぜ。透明感がすごくあって、いい女優さんだったわよね。けど、そういえばいつの間にか姿を見なくなっていたわね。岡本綾さんは2007年5月に無期限の活動休止、つまりは芸能界を引退しているんだが、これにはかなり深い闇があると言われているんだ。彼女の身に、何が起きていたの？2006年7月、すでに竹内優子さんと結婚していた俳優の中村獅童さんが酒気帯び運転で検挙された際に、車の助手席に乗っていたのが岡本綾さんだったんだ。二人は元は交際関係にあったそうで、清純派女優の不倫&飲酒運転見逃しは、当時大きな話題になったぜ。これは、相当のダメージだったでしょうね。その結果、岡本さんは予定していた演技の仕事や CM などをすべて降板。2007年5月には、女優としてないから引き出すものがなくなり、表現者としての限界を感じています。一度、自分自身を見つめ直す時間が欲しい、として、事務所を退所。そのまま無期限の活動休止状態となり、現在まで芸能界引退状態となっているぜ。せっかく女優として人気だったのに、スキャンダルでこんなことになっていたのね。岡本綾さんの現在については、何か情報はないの？一説ではオーストラリアのシドニーに移住して、現地の方と結婚し、子供もいると言われているぜ。ただ、一部界隈での目撃情報を元にした噂なので、少し信憑性に欠けるところだがな。もし事実なら、芸能界を引退しているとしても幸せな生活を送れているのかもね。ということで以上が、いつの間にか人気急落、突然テレビから干され消えた芸能人重選、だったぜ。みんな、いろんな理由で表舞台から姿を消していたのね。中には自業自得としか言えない人もいたりしたけど。そうだな。ただ今は芸能界に固執せずに裏で成功を収めている人もいたりするし、芸能人の生き方も多様化しているんだろうな。そうね、推していたらいろんな媒体で活躍が見れる時代だしね。私も細川茂樹さんを見習って、在宅赤まんじゅうとして成功を収めようかしら。典型的な失敗する人のパターンだから、やめておいた方がいいぜ。ということで、今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。